変わらずの相変わらずで進化してしまいました。こんな感じになりました。一度このスタイルの子になったことはあるんですが、ちょっと濃いめの色ですね。はい、やっぱりクロミちゃんの黒とバットバツ丸の黒が合わさったので、その間にシナモロールはいますが、ちょっと濃いめの灰色みたいな感じの子になっています。この子がね、成長して真っ黒になるのか、はたまた全く違う色になるのか、楽しみに見ていきましょう。はい、今回はタキシードサムを狙っていきたいと思うので、いちご王国にたくさん遊びに行きます。お、タキシードサム来た。これで一緒に遊びたいホッチーということで、この子はやっぱりなんとかだホッチーっていう口癖なんですね。とっても可愛い子。ただ、このパターンの子、一度こう観察したことがあるので、今回はちょっと飛ばし気味で、まあこういうとこは見ていくんですが、まあちょっとお仕事もあるので、次の段階の成長後にまたいろんなゲームで遊んでいきたいかなと思っています。はい。もう一回だけいちご王国に行って、では続きはまた次の進化のあたりで見ていきたいと思います。お、いちご王国の人が来た。きれいな水が飲めるのは当たり前のこと？水がきれいなのは多くの人たちの努力によって保たれているんだ。平和も同じ、あって当たり前のように思えるけど、多くの人たちの努力によって平和は守られているんだよ。はい、深いですね。このいちご王国の人たちはこんな感じの会話が多いですね。はい、これからちょっとお出かけなので、パパとママの家に預かってもらって様子を見ていきたいと思います。はい、かわいいですね。はい、お家に帰ります。ちょっと外出中なんですが、きっと進化してしまうような気がするので、はい、見逃さないようにちょっと一度お家に帰ります。さあどうかな。あ、まだセーフだったっぽい。よかった。はい、あんなに気を使っていたのに気づいたら進化してしまったっていう残念な感じなんですが、こちらの子とっても可愛く進化しましたね。グレーと濃いグレーみたいな感じ、黒とグレーなのかな。はい、今日もきっと進化しちゃってもう大人になっちゃうので、その前にちょこちょこ様子を見ていきましょう。はい、マイファームの木も育ってきています。
と1日だね。木の実がゲットできるまであと1日。はい、こちらのアクション。この子は、涙を流さずに、初めから楽しんで、アクションをしてくれています。可愛いですね。っていうことは、バツマルギターとか好きなのかな？ちょっと見ていきましょう。宝箱、小道具。はい、これですね。あ、そうでもない。普通ですね。はい、ではお出かけで1号国行ってみましょう。何持ってこうかな。はい、バフのぬいぐるみを持って行ってみましょう。誰が来るかな。お、サム率高いですね。お、これで一緒に遊びたいメットっていう喋り方。え、サムが若干寂しそうだったけど。あ、大丈夫？あ、来てくれました。はい、こちらの願いが見透かされているように、いちご王国、かなりの確率でサムが来てくれています。なので、次はサムですね。あ、また呼ばれてった。あ、泣いてる。泣いてた？さっきも。あ、見逃してただけで泣いちゃってたのかな。はい、お出かけ。もう一回一号国に行ってみましょう。持ってくのは何にしようかな。クレヨン、あ、肝試しボックス行きましょう。うまく遊べるかな。誰が来るかな。あ、ケロッピだ。さあどうなるかな。かわいい。また行っちゃった。なんかまた泣いてたから、やっぱり初めも泣いてたかもしれないですね。ごめんごめん、勘違いだったかも。さあ、じゃあ別なところにも遊びに行ってみよう。玉デパではなく、タウンの外の、どうしようかな。久々にマリーランド。持ってくものは、さっき使おうか迷って、ソラクレヨン。あ、クロミちゃんだ。仲良く遊べました。
い。では、持ってるお金も少なくなってきたので、いろんなところで遊んでいきましょう。あれですね、ゲームをやっていきたいと思います。で、まずはお寿司屋さん、何が好きかな。あ、カッパ巻きだって。カッパ巻き、お、来た来た。次はお稲荷さん。お、すぐ来るね。やったね。次もお稲荷さん。次はイクラ。一回見逃します。次のを食べる。続いてもイクラ。来たぞ。はい、上手に全部食べられました。やったね。はい、本当はこの子の色を変えたいとかいろいろ思いはあるんですけど、大人になった時の姿がこのまま継承していくかもちょっと見たいので、それを見てからにしましょう。はい、キノコ狩りのゲームをします。何個取ったか数えるゲーム。1個持ってたのを1個あげちゃいましたね。はい、全部で何個だったか分かりましたか？ 3 個。はい、今度は何個ゲットできるかな。2個持ってたのを2個あげちゃいました。2個あげました。はい、ということで今回は2個かな。はい、続いては、お、いっぱい一気に取りますね。え、今で6だよね。7、8、いっぱい取ったね。そしてこのアクションの音は絶対後ろにあるから9ですね。9個で合ってる？数え間違いしてるかな？すごいいっぱい出てきたから。あ、合ってた。はい。3回のこの当てっこゲーム、全部クリアすると200ゴッチポイントもらえます。やったね。お、お決まりのプラクション。戻ってきたら速攻トイレ。もう出ちゃってるじゃん。この一瞬くらい待ってくれてもいいのに。あ、また呼ばれていっちゃった。結構頻繁にこのアクション来るんですよね。いっぱい遊んだらお腹が減ったかな。ちょっと状態見てみましょう。はい、愛情ゲージは赤ちゃんの時というか、このちっちゃいうちのマックスの水色までいってますね。お腹がちょっと空いてるので、はい、ご飯を食べていきましょう。
まだ、冷蔵庫の中のふりかけご飯も食べてくれるんですが、一応ごちポイント貯まったので、何か食べさせてあげましょう。何がいいかな？はい、ご飯は何にしようかな。ミルクのパスタ。そしてシナモンモーニング。こんな感じかな。おやつのシナモンロールを揚げると、5回連続高でピンクに変わります。そして、こちらのシナモンプディングを5回連続で揚げると、青い姿に変わります。大人になっても真っ黒黒の時にはちょっと色チェンジしてみようかなと思っています。はい。この子は女の子なのでピンクに変えていこうかな。はい、ということで次回の成長を楽しみにしていてください。目つきがね、バッとバツ丸寄りになるかどうかでかなり顔が変わってくると思うので、とりあえずご機嫌マックス、お腹の状態も、お腹いっぱいの状態で、まあ完全にいい状態で成長させるとどうなるのか見ていきましょう。はい。では次回もお楽しみに。また見てね。